前の大きな年でございます。え、さて本日はですね、え、黒人3日連続獲得しましたというニュースでございます。チェルドン・ノイジナイアシとの来季の選手契約を締結したということで、え、皆さんにお伝えしたいと思います。推定年俸は130万ドル、約1億7940万円。え、背番号は、え、今シーズンまで伊藤義雄選手が背負っていた。 7番に決まりました。野手の新外国人となります。これでタイガースですね。3日連続ですね。ビーズリー、ケラー、ミエセス、バースかけ、ウォビーズリー、ミエセス、ノイズリーみたいなね。ノイジー選手は2016年に MLB ドラフトの全体のね、58位でナショナルズに入りましてですね。え、今シーズンはアスレチックスで89試合でホームラン4本放ちました。え、マイナーではですね、2019年に126試合で27本、 ホームラン打っているんでね、えー、長距離パワー、広角ヒッターでありながらパワーもあるというバッターになります。えー、甲子園のインのね、観客の前でね、バンバン暴れてもらいたいなと思うんですけども、えー、大リーグ通算は147試合で、打率2割1分2輪ホームラン7本、打点が37となります。えー、シェルドン・ノイジー選手は、えー、この度、阪神タイガースからオファーをいただき、ただただ光栄です。歴史と伝統のあるタイガースの一員になれることを非常に興奮していますし、 タイガースの勝利に貢献できるように頑張りますえー、新しいチームメイト、そしてタイガースファンの皆様と日本でお会いできることを楽しみにしています。宮尾進さんもびっくりだね、こう、うん、真面目かって感じなんですけども。身長183センチ、体重105キロ。右投げ、右打ちの広角に打ているパワーヒッター。えー、盗塁の方もね、今シーズン6個もしているということなんでね、脚力も期待できる。爆型のノイジー。これで阪神タイガース、新外国人、ノイジーが発表されました えー、ノイジーのね、映像をチェックした岡田監督はね、おね、お右にね、おう、出るからね、うん、まあ、そういうね、おつながりがね、役割もね、おできると思うんでね、 ねえ、まあ、レフトでね、お使おうと思ってるよ、ってね。おーっていう感じでですね。えー、岡田監督もね、まずはね、レフトのレギュラーというところをね、ノイジーミエセスという部分で外国人で埋めようというような、えー、構想を発表しますので、ますます来季のあれに向けて、戦力、きっちりと獲得、発表されたこのノイジー選手の活躍に、ますます期待していきたいと思いますこの動画が役に立った、楽しいと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします